やハロー、こんにちは。はい、マジラジオ芸人浜です。現在12月7日火曜午後4時29分ですね。さあ、今日うちの母は仕事ですが、明日母休みなんですね。はい、まあ今日は農林、今8話見終えて感想書きながらもう笑ってました。むちゃくちゃおもろかった8話、最高でした。さあ、続いて9話ですね、いきたいと思います。はい、では自己紹介。僕の名はマジラジオ芸人浜と言います。一升瓶乗ってジャグリングして、ハーモニカにそしてタンバリンを叩く世界唯一の技の持ち主。はい、この本の著者であり、現在40歳、芸歴は16年目のマジシャン、大道芸人、パフォーマーやってます。やればできる、諦めない、これを伝えたくて、25歳で会社員を辞めてパフォーマーになり、主に子供たちの前でショーしてますけども、現在コロナの影響でほぼ無職状態、貯金切り崩して生活してます。めっちゃ自粛してます。その自粛中にアニメにハマって、約1年8ヶ月で540作品ほど見てきました。気づけばアニメリアク職人と名乗り、今はアニメリアクターを真剣にやってますんで、ぜひとも皆様応援よろしくお願いいたします。はい、僕の自己紹介、ホームページ、SNS、各種、PV、プロフィールなど、すべて説明文にまとめてますんで、チェックよろしくお願いします。そして、過去のアニメリアクションに関しましては、再生リストにですね、作品別にまとめてます。ただ、ほとんど消えてます。その理由は最後に語りましょう。はい、で、来年9月頃、大きい発表ができるかなと思います。はい、それでは行きましょう。農林9話、D アニメストアです。3、2、1、スタート。大笑い、大笑いってんの、ガルパンじゃないか。あ、岐阜って海なし県やもんね。京都は一応海あるんやけどね、だいぶ上やけど。胡蝶、あ、台風直撃、最悪や。ちなみに僕は小学校、中学校、高校、全部修学旅行は長野でした。なぜでしょうか。で、しかも小学校の時は行けへんかったです。僕は喘息で、確か。入院したかな、ちょっと忘れましたけど。ただ臨海学習は福井でしたね。あ、福井ちゃんは和歌山か。え、違う違う、あれってどこや、福井かな、三木本真珠湾の時、なんか真珠なんたらがある、夫婦岩があるところ。夫婦岩ってどこだったっけ、三重、あれちょっと飛んだぞ、福井どっち、夫婦岩どっちだったっけ、まあまあええわ。まあ、ちょっと8話が最高すぎて、もうちょっと農林の8話はマジで語りたい。語れる人がいたら。この海パンって。ドラ、ハレマン。なんで麻雀やねん。
チャリのこと蹴ったって言うの？なんで金髪が東氏真理子さんっていうの、東氏真理子さんっていうの。これはどこ、畑？あ、海？ハハハハ。ただの泥水やね、これ。いや、風で飛んでいくやろ、こんなもん。火つかへんやろ、こんな。いや、そりゃそうなるわ。
アホやで。ちょっとチューブっぽいね。誇張きた。誰してんの？誰やこれ？ビーチバレーバーにや。南国海草警部って。なんで海ないとこばかり。変わらない。ちょっとシリアス展開かな、ここから。橋場京也か。あれ、水着になってない？放課後電磁波比べでこれ。
バス運転すんの？おっぱいさん。グッジョブ、おっぱい。運転できんのこれ。フォークリフトもほぼ一緒ですからね。いや、ハンクラッチ、ハンクラッチね。僕も車は全部ミッションなんでね、これまで歴代。おっそ。まあそら、ワイパーの動かし方分からへんのちゃう、これ。動かし方分からへんやろ。あ、脱輪した。あ、あれ？なんで、あれ、あれ、あれ？
あ、そういうことか。いやいやいや そうきたか。そう来たか、オチは。さあ、ビーチボーイズ、え、あれ、ビーチバレーボールの2人は？ああ、分からへんな。よいしょ。はい、おもろかった。今回もね、まあまあ8話がまあ一番笑いましたけども、なかなか海に行けへんもんですな。しかし、そうそう、まあまあみのりは海に一度も行ったことがないということでしたけども、まあ僕は海外に一度も行ったことはありません。誰が興味あんねんそれね。で、まあいらんこと言いましたね、工作が。何、水が溜まってもうたグランドを見て、これはまるで海のようだって言った瞬間にもうバグったみのりが飛び込んでしまうというね。その後みんなもバグってしまう。何だっけ、まずビーチバレー即終了、次が、スイカ割り即終了、ほんで次が、バーベキューがキャンプファイヤーになってしまうというね。で、そこで、吉田胡蝶はいつもええタイミングで出てきますな。しかし出てきて、ほんでそこにこのビーチバレー部、なんでビーチバレー部がね、ここに。でしかも去年インターハイ出場してるとか言ってね、日帰りで。ちょっと僕は日本の地理ちょっとあんま覚えてなかったんですけど、岐阜の隣ってもう隣がもう長野なんですね。そうやったか。岐阜はちょっと1回しか行ったことないんでね。え、2回か、2回行ったか。で、まあまあそっから、田んぼがピンチになるというシリアス展開。あれ、ロープで張って、要は倒れるのを防ぐってことですね。あと水抜いて。で、それでもちょっともうやばいと。コシヒカリってそうなんや。稲高いんですね。だからやっぱ生産が難しいから高いってことなのかな。まあ、僕はちょっと米にこだわりがないんで、ようわからんのですけども。で、まあまあそれをバスで防ぐっていうのでね、まさかの、ここにリンゴのすく水おったらやばいでしょ、普通にね。この辺におるわけでしょ、女体が。よう運転したな。なんか急に画面変わったし、あれ？と思いましたけど。守った褒美として、まあまあ、連れて、海に学校が連れててくれる。やけど、また台風が来たと。というオチ。いや、ちょっとオチ読めませんでした。まさかのバッドエンドね。お笑いバッドエンドね。
まあ実りがいずれまた海に行ける日がね来たらいいですね。いやおもろかったです今回も。はい、ということで農林9話でした、よかったらチャンネル登録高評価お願いいたします。はい、まあ僕はね去年の3月27日にねバイトバーガーで10話のリアクション動画を投稿して、アニメリアクション始め、今1年9ヶ月目ですけども、まあ、残念ながら10月にね、1年7ヶ月目にして1年5ヶ月分の動画を失うという大いなる悲劇を味わってます。大ダメージ受けました。しかもここワンルームで母と同居という形なんで、あ、一応ここ家主僕ですからね、家主僕で家賃光熱費などは僕が払ってます。はい、まあ、母がとちょっと東京から転がり込んできた形になってもう5年目なんですけども、実際こうやっていてない時しか撮影無理、夜声出せません、すぐ横で寝てるんで、あといてる時基本的に撮影無理ということで、工夫しながら、めちゃくちゃ工夫しながら、あとは夜中のね声がちっちゃいねんというツッコミを受けて、もうとにかく小声との戦い続けながらねこの1年9ヶ月やってきてますんで、まあ、そんな中でね大量動画を失ったというのはほんまに大ダメージです。10月5日6日の生配信のアーカイブよかったら見てください。大量に動画消してますんでね、生配信で1426本、337日分です。まあそれでもね僕はもうやればできる諦めないね、これをとにかく伝えたくて会社員辞めたんで、今はこのアニメのリアクションを通じてね皆さんにそれを感じ取っていただければなと思ってますんで、今一からまた根性入れ直してやってます。ぜひ応援してやってください。そしてご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。一緒にアニメ楽しんでいきましょう。はい、ただね僕は大道芸人パフォーマー、これ本職ですから、ホームページ PV 見てください、マジでお願いします。でそれにより大道芸にね興味持っていただければありがたいですしね、嬉しいですし、僕自身に興味を持っていただければ最高です。ちなみにこの YouTube を通じて僕を知っていただいて4人の方がこれまでねほんまに大道芸見に来てくださいましたんで、皆さんもぜひどこかでね、見に来ていただければ嬉しいです。その時はぜひ声かけてください。はい、ということで、マジ大道芸人浜松でした。どうもありがとうございました。では。